RX-01 は、2003年に RX-8 が登場する8年前の1995年に、東京モーターショーに出展されたコンセプトカーです。マツダは、当時、久々にリリースしたスポーツタイプボディに、サイド排気の自然吸気ロータリーエンジンを搭載。RX-01 は、RX-7 が、FD1991 年から2002年だった頃のモデルですが、実は FD の後継として考えられていた2プラス2レイアウトを持つ軽量スポーツカーです。スペックは全長 4055mm、全幅 1730mm、全高 1245mm、エンジン 654cc×2 ローター。最高出力220馬力8500回転。最大トルク 22.0kgm 6000回転。重量 1100kg。エンジンはエンジンオイルの潤滑をドライ散布方式によってオイルパンを浅くし、従来よりもさらに軽量、コンパクトなエンジンとした MSPRE。従来の 13B 型と比較して、エンジンの搭載位置を後方に 205mm、下方に 55mm 移動させることで、センターミドシップレイアウトをより追求しています。サスペンションには4輪ダブルウィッチボーンを採用。サスペンションアーム、ダンパーケース、ブレーキキャリパーはアルミ製、ホイールはマグネシウム製で、足回りの重量についても大幅軽減されています。高回転までストレスなく加速感が持続するエンジンによる気持ちのいい走り、小さい溶感性モーメントによる優れた車両コントロール性、光合成ボディなどによるダイレクトでシャープなハンドリングが日常走行からサーキット走行に至るまで操る楽しさを実現させているモデルです。トランクスペースはゴルフバッグが2個も積載が可能という実用性の高さも持ち合わせています。また、SRS エアバッグシステムを装備するとともに、ボディの前後にクラッシャブルゾーンを設けて、衝突エネルギーを効果的に吸収した上で分散させるフレームワークを採用するなど、万一の事故の際にも、しっかりと乗員を保護する優れた安全性能も確保されています。これらのことは、通常のコンセプトカーとは違い、市販化される可能性が非常に高かったことを表しています。残念ながら、バブル崩壊の影響と、業務提携先のフォードの意向で、ツードアクーペになる RX-01 は、お蔵入りになってしまいました。代わりに、フォードアの RX-8 が市販されたわけですが、RX-01 の存在は気になるとともに残念で仕方ありません。